中京 TV スポーツ。チームの、攻撃、サイド攻撃っていうのが特徴的なので、そこでしっかり練習通り決めれたので良かったなと思います。もう常に目の前の試合を戦うだけなので、次は明日高校だと思うんですけど、もうその試合に向けて一戦一戦勝ち進んでいけるように1週間準備していきたいと思っています。全国去年僕自身も経験したんですけど、またあの舞台に戻りたいなと思っているので、一戦一戦大事にして一戦一勝で頑張りたいと思っています。守備の時間も長い中で、まあ、やっぱゼロで抑えきれたっていうのはチームとして良かったところだと思います。やっぱり選手権って何があるか分かんないっていうので、まあ、今日も前半の最後には点取ったけど、もう一回ハーフタイムで 0-0 っていうか、もう一回1からちゃんとやろうっていう話は全員でして、まあ、最後まで何があるか分かんないよっていうのはみんなで共有できてたんで、まあ、最後まで集中できてたかなと思います。まあ、自分は去年はそこまで出たり出なかったりで、まあ、今年はキャプテンとして、まあ、責任はあると思いますし、まあ、3年生はみんな、最後だからすごい気合も入っているので、まあ、今日はまず勝ててよかったと思います。まあ、中部大第一の方もすごい守備やってて、まあ、中部大第一はすごく特徴のあるチームで、まあ、ビルドアップだったりとか幅をうまく使ってやっていく中で、まあ、しっかりゼロで抑えれたっていうのは良かったことかなと思います。まあ、前期のリーグ戦だったりとかすごく無失点がついていた時はすごいチームの状態としても良かったですし、雰囲気もよくやれてたので、まあ、そういうところはしっかりゼロでっていうチームコンセプトを徹底できているからこそ自分たちがいいっていう評価にもなると思うんで、そこはこだわっていかれいってるところかなと思います。まあ、まずはしっかり守備でゼロからっていうところの上で、まあ、積極的な守備だったりとか、まあ、前線の高い位置からのハイプレスだったりっていうのは、まあ、やるところかなと思います。